どうも、皆さんこんにちは。こんにちは。デスクワーク多い方なんかはどうしても運動不足になりがちですから、今日はですね、はい、椅子を使ってできる運動を紹介したいなと。はい、なるほど、ありがとうございます。お願いします。あ、ちなみに、はい、今日使ってる椅子はね、車輪がついておりますが、そうですね、これちょっと、ちょっと怖いですね。なのでできたらもう車輪ないやつで。これない方がいいですね。うん、そう。車輪で付きの椅子はあまりお勧めしません。はい、はい、まず一つ目は常に心がけていただきたいこと、はい、休み時間関係なし、これはね、はいはい、立つ時です。椅子から、椅子の高さにもよると思うんですが、今中坪さんやウコン君が座ってるぐらいの、僕はちょっとこう高いんであんま意味ないんですけど、背筋を伸ばしたままお尻を突き出すようにイメージしながら腹筋に力を込めてゆっくりと体幹で立ち上がると。ゆっくりと、お、そうそう、だからあんまりこう、こうグッとこう前に行くんじゃなくて、あー、なるほどなるほど、こう、こうスッとこうまっすぐ立ち上がる。腹筋に力入れてないと前に体が動いちゃう、はい、なるほど、こんな感じ、ね、これをやると脊柱起立筋群と大臀筋と大頭四頭筋に効果があるということで、全身のこの辺の筋肉を使ってここら辺ですね、そう、立つので、立つ時は毎回これを心がけると、はい、これだけでちょっと効果がありますので。2つ目、はい、まあ、これはちょっと普段からはできないですけど、これはね、肘を伸ばして椅子のこの縁の部分をこう握ってください。肘を伸ばしたまま背筋を伸ばした状態から上体をやや前に傾けて、腹筋を力を入れてお尻を座面から浮かす。おお、そう、そういうことね。これこれをお尻を浮かせた状態を3秒間キープしてください。1、2、3、これを5回、5回1セット、1日2セットやってください。10回ですよ、言うても。10回ね。だからお尻だけじゃなく全体を浮かす感じです。足も、はいはい、そうですね、お尻浮かすと、まあ、自然と足も浮いてきますんで、10回ですね、目標に、はい、やってください。そして最後、はい、ヒップの引き締め、はい、効果的ヒールウォークということで、まあ、椅子にちょっと浅めに座って、はい、まあ、両足を前に伸ばして前に出すと、はい、でまたさっきと同じで両端を持って椅子の、はい、お尻をそのままグッとグッと浮かしてください。こう、はい、こうですね。なんかこのままお尻を上げたまま膝を伸ばしてゆっくり左右交互に足を上げる。おう、そうですね、これ、お、これがヒップの引き締め効果があるの。ヒップか。で、これゆっくり、早くやるんじゃなく、ゆっくり、ゆっくり上げて下ろしてを、まあ7回から10回、まあできる範囲で、1セットね。これも1日2セットが目安。しんど。はい。少し休憩時間とかにね。めっちゃ目立ちますけどね。まあ言ってもそんな時間かからないんで、まあ、そうですね、はい、ちょちょっとやって空き時間でね、空き時間でやるだけで、この腹筋からヒップにかけて引き締まってますね。引き締まっていきますんで、継続は力なりですので、ぜひしばらくやってみていただければと思います。はい、職場じゃなくても日頃運動不足の方なんかはご自宅でも椅子があればできますんで、はい、ぜひということで、はい、今回はスーツの似合う体になるために簡単にできる椅子を使った運動をご紹介させていただきました。ともご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。